这个竹笛跟一般的笛子不一样的话，它这里有一个天然的竹墨在这个地方。特色はですね、これ普通の竹と少し違ってまして、真ん中に節があるんですね。它的声音会让这个笛子震动。軽いちょっと薄い膜のようなものがありまして、吹くとその膜が震えて、独特の音色が出るという。在第二个曲目里面，我们穿插了一个中国舞的表演的舞者。この演奏の時に、踊りも入れたいと思っております。中国伝統的な踊りです。这名表演的舞者也是我的这个。今日の踊りを披露してくれるのは私の。